こんにちは、ゆりかでーす。はい、今日は何の動画かなっていうと、アイライナーを失敗した時に簡単にね、やり直せる方法っていうのを皆さんにお伝えをしていきたいと思います。よくコメントとかでもアイライナー練習してみますっていう方すごく多くって、私もねアイライナーを取得するまでは学生の頃ねすごく練習をしていたんですが、もし練習してて失敗しちゃった時って皆さんどうしてるんだろうと思って、よかったら私が推薦する簡単な消し方っていうのを教えできたらいいなと思ってこの動画を今回撮ってみました。では早速始めていきたいと思います。スタート。アイライナーはご自身がね使われているものを、まあ、好きにお使いいただきたいんですけど、私は個人的にいつもエチュードハウスのオールデイピクスペンライナーのブラックを使っています。これがフェルトタイプで本当に安定してすごい太くも細くも描けるし、ちょっと一回描いちゃったんですけど、すごい濃密な黒。フェルトタイプだと閉じた時にこのね毛の部分がファサファサってならない。ではねちょっと失敗して描いてみますね。あからさまなんですけど、みたいなアイライナーを今描いてみました。いや、やだーって思ってこうゴシゴシってしたら、すごい黒がブワーンってなって大変なことになっちゃいますよね。なので、クレンジングを使うよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そうするとファンデからまたやり直さないといけないじゃないですか。私が推薦するのは、リキッドのね、ファンデーション。まあ、クッションのファンデーションを掴んでいただいてもいいんですけど、リキッドファンデーションをね、もう何でもいいので、取ったら綿棒につけます。失敗しちゃったというこのアイライナーを。ちょっと量多かったので2本目いきますね。これでもうね、ほら、アイライナーがつるんって取れます。これを乳液で代用してもらっても大丈夫です。このままアイシャドウの、なんかまあいつものファンデーションの上にパウダーしてるとかだったらパウダーしてもらったりとかして、で、目尻ね少しアイシャドウが取れちゃったと思うので、足してあげます。ちょっとしたね、こういう一手間っていうか、丁寧さはね、メイクにすごく大事なので、足してあげて、またいつも通りアイライナーを描いてあげたら大丈夫です。結構ちょっとね、鏡を下の方にして、目をちょっと下に向けながら。描いてあげます。はい、こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか？メイク練習中だよって方も、もちろん私もプロよっていう方もね、失敗しちゃう日はね、もちろん私もあるので、ぜひね、今日のアイライナーのこうやり直し方っていうのが参考になったら嬉しいなと思います。では今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタームバヨ、アンニョン。